君に与えられるのはある言葉だけだ。テネット、開くドアは正しいドアだけじゃない。扱いは慎重に。とにかく俺が知りたいのはどんな危機に直面してるかだ。私に分かるのは第三次大戦を防ぐってことだっけ。核による破滅か。いいえ、もっと悪い。あるロシア人に興味があるということらしいが。俺は一体何をすればいい。未来と交信できるってことか。タイムトラベル？違う。原因と結果が逆だ。狙って撃ってみて。弾を撃つんじゃなくてキャッチする。ほう。僕は知りすぎた。それは俺次第だ。CIA や国家を超越する任務だ。生き残るためのな。よかった。行かれてるって言われるかと思った。こんな風に世界は終わる。どういう風に死にたい。年を取って。なら生き方を間違えたな。何があったんだ。まだ起きていない。未来とどうつながってるか探って。助けて！テネットか。今はとにかくここで彼女を救え。俺たちはここにいる。つまり何も起こらないってことなのか。彼らを止めた。飛行機を激突させる？墜落させようって言ってるわけじゃない。飛行機の大きさは？そこはちょっとだけ派手にやるつもり。